お疲れ様です。バーファビー YouTube 視点バーテンダーの直人です。今日のおすすめはこの子、アイリッシュウイスキーロー&コー。簡単にご紹介したいと思います。今回お写真のご協力をいただきましたのは、久しぶりに伺わせていただきました埼玉県の大宮区にございますキングスバーさん。いつもご協力くださり誠にありがとうございます。先日ご紹介したバスカーもそうなのですが、最近のアイリッシュウイスキーはオールドボトルに比べて非常に飲みやすく作られているなというのが印象的です。ふわっとしたバニラのような優しいお菓子屋さん感も感じ取れますし、柑橘系というよりはどちらかというと熟れた柑橘感も感じ取ることができます。深みやインパクトという面ではちょっと劣るかもしれませんが、その分ロック、ストレート、ソーダ割り、水割り、はたまたカクテルまで対応できる万能プレイヤーだと思います。カクテルに対応できるのもそれもそのはず。このロー&コーは上流女子スタッフたちが5人のバーテンダーに依頼を出し、バーテンダーと共に作り上げたアイリッシュウイスキーでもあるからです。この頃作るのは2019年に誕生したロー&コー蒸留所。ここもともとギネスビールの発電所だったのですが、ギネスビールが自家発電をやめてからは使われてなかった建物なので、ここを蒸留所にしたようです。ロー&コーというブランドはアイリッシュウイスキーのなかなか知られてない歴史を広めていこうというアイデアで生まれたと言われています。1757年アイリッシュウイスキーの黄金時期に創業したジョージロー蒸留所、ここをインスパイアして作られたとも言われています。ロー&コーのローとは当時の創業者ジョージローさんです。アメリカの禁酒法時代の打撃を大きく受け、残念ながら1920年代にジョージロー蒸留所はなくなってしまいますが、現在でも当時風車と使われていた古い塔や洋梨の木は残っています。その古い塔がこのボトルのモチーフとなり、ボトルの底には洋梨が描かれています。熟成年数は5年、樽はバーボンのファーストフィルダル、度数は45度。気になりました方ぜひご賞味ください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、アイリッシュウイスキーロー&コー、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方ぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまもなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。